皆さんこんにちは、りょうかです。今日はですね、私がリピートして買ってるスキンケアアイテムたちをちょっと紹介しようかなと思います。はい、たくさんギフティングとかでスキンケアアイテムもいただくことが多いんですけど、なんかこう個人的にこれを使ったからこういう風になったなっていう実感がない限り、なかなかリピートして自分で買おうっていう風にならないじゃないですか。何かしらそのあこれいいなって思うものはリピートして使ってるので、それをちょっと紹介しようかなと思います。はい、まず1個目はもうこれはすごい、前のねスキンケア動画とかを見てくださってる方は知ってると思うんですけど、まず1個目はこちら VT のシカのデイリースージングマスクです。もうこれは2,3 年ずっと愛用してるんですけど、毎日朝と夜でパックするようにしてて、これを使うまではすごい私ここにこの辺にね毛穴が開いてて、ネットで調べたらたるみ毛穴って書いてあって、それ30代とかに起きる毛穴って書いてあったんだけど、私は20歳ぐらいの時にそれが本当にすごくて、下地で毛穴を埋めるものを使ったりとか、すごい毛穴に効くとかいうものに対していろんな美容液、高い美容液とかいろいろ試したんだけど本当に何も変わらなくて、でその時にもうスキンケアにお金をかけようと思ってパックをまずするようになったんですよ。朝と夜毎日パックをしようって思って、その時に出会ったのがこれ、いろいろねいろんなこう大容量パックを試したんですけど、たまたまこれが売ってあって、で使い始めて毎日、そしたらびっくりするぐらいパック毛穴が消えたんですよ。でそれで今までの私の毛穴って保湿成分が足りない、ビタミンが足りないとかじゃなくて、シンプルに乾燥で毛穴がこんなに開いてたんだなって思って、でそっからもうずっと使い続けてます。なんでいろんな種類を試した結果私はこれでした。なんで今でもやっぱりこれに戻ってきちゃうのがありますね。いろいろ新作とか出るたびに試すんですけど、やっぱりこれは絶対に絶対に欠かせない日常使いのパックになっております。そして次はじゃん、これとこれか、クリーム、クレスクの、これみんな知ってますか、ジュエリーコンディショナーとモイスチュアリッチミルクっていうやつで、これをねもうリピートでこんな感じで2本目もこんなもう半分ぐらい減ってるんですけど、これはお仕事でいただいて使い始めてそれですごい良くて、今回ね動画を撮ろうと思ったんですよ。なんかもうジェリーみたいな、すごい可愛いんですよ。でこういうスキン化粧水になってて、肌になじませるとしっとりなんですけど、私がこれをすごい気に入って使ってる理由が、なんかね肌への浸透がすごいいい。結構季節によって日焼け、紫外線、花粉、乾燥、いろいろな理由で肌がなんかこう化粧水を浸透しづらくなってるな今日っていう日があるじゃないですか。なんかこう何使ってもなんか染み込んでない気がするっていう時とかにも、これは本当に肌なじみが良くて、そう、だいたいそういう時ってね導入美容液とかいろいろ入れて肌を柔らかくして入れると入るんですけど、それなしでもこれは肌にすごい浸透してくれるのと、化粧水をちゃんと塗った後にこうふっくら感がある、あ染み込んだんだなっていう、なんかこう肌が満たされた感じがあるんですよ。そう、本当にさっぱりしすぎずこっくりしすぎずでジェリーみたいな化粧水なんですけど、かなり浸透率が良くてキメが整う。でそれと一緒に出てるこのリッチミルク、これもすごい良くて、これは本当に柔らかいんですけど、ちゃんと保湿感がある。保湿感がないクリームってもう寝る前にすでにおやってなるんですよ。でもそれがない、そう、保湿力があるなっていう、なのに軽いクリームです。
なのですごいなんかこっくりしすぎずさっぱりすぎずなんだけどちゃんと保湿力があって、このコンビはかなりね私の中では推しです。そしてお次がじゃん、これは前なんかギフトアイディアの動画でもご紹介したんですけど、バームのハイドラエッセンスローション、とろっとしてて、これもねとろみ系のスキンケアなんですけど、すっごい香りがいいのと、これも肌なじみがいい。私夏の時期に贅沢に全身にもねバーって塗ってるんですよね。そう、使い心地が良すぎて、私これリピートでね2本目かな、これで使ってるんですけど、めちゃくちゃいいです。そしてなんかこのねパッケージのこの木は廃材を使って再利用で使用されてるらしくて、このね中だけ買い替えることができて、すごいサステナブルにも特化してて素敵だなって思うし、香りもすごい良くて、私このルームスプレーとかクリーム、オイルで、ハンドソープも家用で買って、もう一個ハンドソープなくなったから買おうかなって今思ってるんですけど、それぐらいバームのシリーズの香り好きで、この化粧水は特にもちろん顔に塗るのもすごいいいので、こう全身にね顔全身をケアするためにこちらを使っております。めちゃめちゃいい。そしてお次が美容液ですね。こちらのランコムのジェニフィックアドバンスト N の美容液、こちらです。これさ、こういうトロッとした結構肌にスーッと馴染んでくれるものなんですけど、すごい美肌菌をすごい研究されてて、それを配合したやつで、あらゆるなんかこうバランスを整えてくれて、まあ、割とこう強い外敵から の刺激に強くしてくれるっていう美容液なんですけど、よくこれを塗った次の日の肌がすごいふっくらしてる。このねランコムの製品は他にもいっぱい使ってるんですけど、ライン使いしてるんですけど、まあ、これがまあ実際こう容量がちっちゃいっていうのもあるんだけど、リピートで2本目で使ってるやつですね。他はまだ1本目を使ってるっていう感じです。はい。そして次がこれはもう私の YouTube をずっと見てくださってる方からしたらちょっと定番なんですけど、じゃーん、ディオールスノーです。こちら3つとも全部リピートしております。はい、もうこれはね美白ケアで私の中で絶対に欠かせないディオールスノーなんですけど、私がもともとねすんごい黒かったんですよ。まあ、前の動画を見てくださった方はこんなに黒かったのかって思ったと思うんですけど、本当になんかこういろんなケアをしててすっごい黒い時代から、まあ割と普通の白さ、普通肌ぐらいになったんですよ。それは日焼け止め、全身の保湿、日傘とかいろんなことをやってそのレベルになって、でもそっからなかなか人より白いねって言われるっていうレベルまではいけなくて、これを使うって初めて、なんか涼香白くなったくないって言われたんですよ。そう、これ1本目の本当にこれぐらいかなになった頃ぐらいに言われて、あれ何か変えたかな、なんかすごいいろんな人に言われるんだけど何か変えたっけって思ったらこれだったんですよ。でそっからもう絶対に欠かせない私の美白といえばディオールスノーになってるんですけど、まあ、これは医薬部外品なの、薬用化粧水で医薬部外品なので、まあ、ちゃんと効果をある程度立証されているやつなんですけど、本当にねいいで、ちゃんと毎日これを惜しみなく使うことによってすごい私は白くなったねって言われるようになったので、私の中では欠かせないアイテムです。それ以外にもいろんなね美白にいいよってインスタとかによく載ってるようなブランドさんのものとかいろいろ使ってきたけど本当にダメで、別に変わらない、なんか白くなりそうって思って買ったんだけど別にならないっていう多少ぐらいだったんですよね。なので私はこれのおかげだと思ってます。まあ、もちろんこれだけじゃなくて全身の保湿、日焼け止め、日傘とかいろいろ必要なんだけど、まあ、プラスアルファで白くなったなっていう実感を効果できたのがディオールスノーでしたね。はい、
結構ねリピートしてるものの中にも美白に特化してたり毛穴に特化してたりいろいろね、私なりのこれがいいから買ってますよっていうポイントがあったので紹介してみました。ぜひお肌悩みがある皆さん、何かしらねきっとあると思うんですけど、参考にしていただけると嬉しいです。はい、それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。